TBF アベンジャーの主翼か、誘導レール型ランチャーに取り付けられる3.5インチ、ファー3 5インチファーは、航空機から潜水艦を攻撃する手段として、第二次世界大戦中のアメリカ合衆国で開発されたロケット弾である。このロケット弾は、開発目的を達成する成功を収め、地上、海上の敵目標に対して攻撃できる発展型も生まれた。 1942年中にイギリス空軍で行われた対戦兵器としての空中発射型ロケット推進兵器の研究に追従して1943年夏アメリカ海軍においても独自の対戦ロケット弾を開発するプロジェクトが高い優先度で立ち上がった生まれたロケット弾はビブに4枚の安定オフィンを持つ単純なデザインで1943年から カリフォルニア工科大学で研究中だったロケットモーターで推進されるものとなった。弾頭は作薬を入れない中身となっていた。ロケット弾の先端は硬い鋼鉄の塊となっており、その重量は20ポンド。命中時の高い飛翔速度と弾頭重量による運動エネルギー弾として目標的潜水艦の耐圧核を破るものだった。3.5インチファーの先端部は、 比較的に部位遠水型をしており、この形状はロケット弾が水面に突入した際に水中弾道を水平向けに最大限持ち上げる効果があることが実験によって分かっていた。この挙動は浮上しているあるいは浅いシュノーケル震度や潜望強震度で航行中の潜水艦に対し致命的な角度で命中する効果をもたらした。 水面への突入角度が急すぎると浅い深度で敵に命中する効果がなくなるためロケット弾は発射母機を観光化させながら発射されるこのロケット弾は水中を130フィート進んでも致命傷を与える効果を残しているためパイロットは実際の潜水艦の大きさの数倍の範囲を目標として狙うことが可能だった目標潜水艦の60フィート手前に 着水させるのが命中率が高いと考えられた。典型的な有効射程は1500ヤードであった。迅速な開発が行われ、この兵器は3.5インチフォワードファイアリングエアクラフトロケットという正式名称を与えられて、1943年8月から月産1万発の量産が指示されて同年も終わりからアメリカ海軍で実戦配備となった。 3.5インチファーの最初の敵潜水艦、撃沈は1944年1月11日のことだった。ロケット弾は当初、t b f アベンジャー来撃機に搭載された。ロケット弾を発射まで主翼の下に保持するランチャーは、当初は全長92インチの誘導レールを用いたタイプが、用いられたが発生する空気抵抗が激しすぎたため、1945年5月に、 点で保持する新型が導入されると一斉に置き換えられた。新型ランチャーはすぐに大半の戦闘機と多くの軽爆撃機に直径3.25インチから5インチの様々なロケット弾を搭載する手段となった。3.5インチファーの命中精度は地上、海上の敵目標に対して用いるにも十分なものがあったが、これらの目標に用いるには策略入り弾頭に、 交換する必要があり、しかしロケット弾の直径が小さいため装着可能な弾頭の大きさが制限され、爆発威力の不足が懸念された。このことから、対艦用、対地上用のロケット弾としては、対空砲用のマーク35インチ砲弾を、最融合した45ポンド弾頭が用意されて、5AR と略称された5インチファーが生産された。ウィキメディアコモンズには、 3.5インチファーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。